は毎月行われるマスターズカップより1試合をピックアップして、その中に隠された戦略を選手とともに紐解いていきます。ご案内は私、波動クロの山部佳純です。よろしくお願いいたします。それでは早速今回のピックアップ、今回は特別編、5月15日に開催されたグランドスラム波動スプリングカップより準決勝第2試合、わちゃわちゃピーポー VS ユニコーンの第3セットをお届けしようと思います。それでは早速今回のゲストにご登場していただきましょう。チームユニコーンより響選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ響選手、今日はよろしくお願いします。それでは早速今回の試合を解説していただきたいと思います。まずその前に、はい、ユニコーンさんの基本戦略を教えてください。そうですね、ユニコーンの基本戦略はないです。ない、はい、基本戦略がない。そうですね、正確に言うと相手チームにそれぞれ合わせた戦略を立ててます。自分たちがこれっていう、はい、エピソード1のアークエース、エピソード2のわちゃわちゃピーポー、どちらも自分たちはこれですっていうのがあったじゃないですか、はい、真逆なんですね。そうですね、アークエースだったりわちゃわちゃピーポーのような王者的な戦いっていうのはなかなかできないので、はい、なのでそこに勝つためにはじゃあそこに合わせた戦略っていうのを取っています。なるほど、いやこれはワクワクしてきました。早速試合に移りましょう。なんといってもこのステータス、はい、めちゃめちゃ注目ですよ。3151ですよね。そうです、これ大会ではなかなか見かけないですよね。そうですね、他のチームでやってるところはまず見たことないですね。ないですよね。どうしてこの戦略を使ったんですか。最初はこちらもシールドにステータスを振るっていう対策を考えたんですね、うんうんうん、ただ、それ以上にどうしても前にシールドが出てるのを失点するリスクがあるので、うん、それを抑えたいっていうのが大きかった。そのシールド張りに行くときに前に出るときに失点するリスクですかね、はい、はい、そうですね。なのでシールド張ったときに失点するよりかは先に相手のシールドを壊すっていう戦略を取りました。なるほど、相手のシールドを壊すためにチャージをオンにしたということですね、はい、それはまあ納得わかるんですけれども、そのチャージを5にして残りを全部スピードに振った理由って何ですか。シールドを壊す僕のポジションは3人の中でどこだと思いますか、はい、もうチームとしてはアタッカーがやっぱり両サイドが多いのでセンターで、まあ、フィールドの後方からこう狙って打っていくんじゃないですか、はい、そうですね、その通りです。ありがとうございます。でやはり後方から打つとなると相手の前線のシールドまで届くのに時間がかかっちゃいますよね。はい、かかります。その距離を時間でなるべく詰めるためにスピードに3振りました。なるほど、めちゃめちゃ納得できる理由ですね。1351だったり2251、はいはい、みたいなステータスも一通り試して、でコネクトで確認した結果、はいはい、3151が一番 KO だったりヒット数、あとは球数みたいなところも多かったので採用しました。なんかそれも結構一通り試すのって練習時間かかりますよね。そうですね、2ヶ月近くかかりますね。2ヶ月、はい、いやそこまで考えて導き出してたんですね、はい、さあそれでは試合の続きを見ていきましょう。これはい、ビッグユー選手かなり響選手狙ってません。そうですね、僕がシールド壊す役なので、はい、なのでシールド壊されたくないっていうところで僕を狙ってきてると思います。なるほど、これちょっとびっくりしたんじゃないですか、始まってこんな球集まるかみたいな。そうですね、ある程度予測はしてました。あ、狙われると分かってたんですか。はい、ある程度もう狙われるだろうっていう予測は立てていて、はい、でさらにそれも戦略に実は組み込んでいてですね。どんな戦略ですか。D 選手とライト選手にマッチアップしてもらう、はい、で結構 D 選手を押されるのでも大変なところに、そうですよね、ビクスさんからも球が飛んできたらライトは多分まずやられてしまうだろうっていうところで、いや正直苦しいと思います。なのでビクスさんからの配球をなるべく僕に引きつけるために3151をステータスを採用したと思います。なるほど、ただシールドを壊すって一つの役割じゃないんですね、はい、そうですね、二つ役割を持たせました。いやそれはちょっと見てて気づかなかったです。はい、前半は戦略通りに進んでるということで、
まあ、ここから後半相手のシールドを全て割ってからの試合を見ていきたいと思います。まあ、響選手がこのアタッカーじゃないパラメーターの時に、まあ、相手を狙う時に意識していることとかってありますか？そうですね、僕は相手のライフが多いアタッカーを狙うようにしてます。多いアタッカー、はい、これセオリーとは正反対ですよね。そうですね、今点差で言うとユニコーンが勝っていてワチャワチャピーポーが負けているっていう展開なんですけど、はい、そうなってくるとワチャワチャピーポーのアタッカーが必ず前に上がってくるという展開になります。はいはいはい、それ予想できますよね。はい、でなので、前に上がってくるアタッカーっていうのはライフが多い方が前に上がる安心感みたいなのもあるので、うんうんうん、なのでライフの多い選手をなるべく削って前に上がらせないっていう環境を作っています。そもそも上がることを封じると、はい、いやーこれはちょっと目から鱗です。結果としてわちゃわちゃピーポンさん相手に1対5で勝ちましたね。はい、いやでもこの、まあ、3-1-5-1 っていう普段使わないあまり見かけないステータスがここまでいろいろ考えられて作られてるっていうのはすごいびっくりしました。ありがとうございます。まもなく始まるサマーカップ、ユニコーンさんの活躍期待してますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日はチームユニコーンより響選手がゲストで来てくださいました。ありがとうございます。さて次回はどんな戦略が見れるのでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。